やサテライトファブリケーションチャンネルのおきゅうとちゃんです。今回はスチールフレームを作る第1回フレームの設計を紹介したいと思います。一般的にフレーム設計って聞くと難しそうだなとか強度計算とかわかんないなとか思われる方が多いと思いますが、そんなものは必要ございません。よくフレーム作ってるっていうとですね、強度計算とかしてるのとか言ってくる人がいるんですけど、スチールフレーム作ってる人で強度計算をしている人って私ね見たことないんですよね。まあね、中にはねいるかもしれないんですけど、車とかと違って有限要素法とか、使ってるんですね、車とかだと。でもね、自転車の場合は、100年以上前からこのダイヤモンドフレームで作成されていて、今もそれは変わってないですよね、この形。自転車用のパイプを溶接して作っていますので、直接強度に関わる部分は、溶接部の精度に寄ってるんですよね。特別キーな形状にしない限り、強度に関してはほぼ、無視して作っていいっていうことが言えます。そこで、自転車用の設計ソフトですね、これを使って作成します。今回はバイクCADという、専用の設計ソフトを使用します。私は普段このバイクCADの有料版のバイクCADプロを使っているんですが、ウェブ上で使えるフリー版がありますので、今日はそれでフレームを設計してみようと思います。まずはバイクCADにアクセスしてアカウント登録しないといけないんですが、アカウント登録をした後にログインしてクイックスタートを選んで始めます。デフォルトでロードと MTB の基本的な形状で始められますので、今回はスタンダードなロードバイクで設計をしてみようと思います。最初は色がついているので、ちょっと設計していくとこの後見にくくなっちゃいますので、一旦色を白に変えて、不要なパーツですね、クランクとかペダル、この辺を、非表示にしていきます。最初に画面上に表示される数値類を設定していきます。フリー版には表示できない数値類もあるんですが、基本的な数値類は表示できるんで、最低限作成に必要な数値を表示していきます。必要な数値類は、サドル高 BB 中心からサドルトップで、 BB 中心からハンドルセンター、これはハンドルの落差を表示したいんですけど、このフリー版では直接表示できる項目がないので、この2つを表示することで間接的に落差を、表示しています。そしてシートチューブ調で、センタートップですね、でチェーンステー調、シートアングル、シートチューブとリアタイヤのギャップ、 BB 下がり、シートトップからトップチューブ調までの距離で、水平でのトップチューブ調、リーチ、ヘッドチューブ調、ヘッド両端ですね、ヘッドの上面からトップチューブ上端までの距離と、ヘッドチューブの下端
からダウンチューブまでの距離、まあ、隙間ですね。それとフロントセンターで、フォークの片下調、フォークオフセットで、ヘッドアングル、トレイル、まあ、このあたりを表示します。他にも表示できる項目はあるので、まあ、興味があるところは、まあ、設定してあげればいいと思います。で、デフォルトだと、このミリメートル表示がされちゃってるので、まあ、数字見にくくなっちゃいますから、数字のサイズとミリメートルを表示してあげると、まあ、割とすっきり見れるようになります。タイヤサイズは幅と直径を設定すれば数値的には問題ないのですが、時間がある方はぜひ他の項目も設定してみてください。スポークの本数とかいろいろ設定できますので、やってみて面白いと思います。今回はタイヤ幅 28mm の 700C のリムブレーキモデルを想定しています。フォークは今回は市販のカーボンフォークを想定しています。片下寸法は 368mm、オフセット 45mm です。ロードの場合はあまり気にしなくてもいいのですが、MTB やグラベルでフォークを作成する場合はですね、フォークの肩が結構横にせり出していますので、ダウンチューブとの距離を見ておかないと、ハンドルを切った時に接触する恐れがありますので、そのあたりも注意です。ヘッドパーツも設定していきます。ハンドル落差も重要な項目なので、今回はスペーサーは0で入力します。プリセットされたヘッドパーツがいくつかありますが、なければ上下のサイズですね、スタックを直接入力することもできます。いわゆるエクスターナルタイプやゼロスタック、インテグラルヘッドセットも入力できますので、使用するヘッドチューブの形状に合わせてヘッドパーツを選択します。今回はクリスキングのノースレッド1と8分の1を使います。この項目ではフレームパイプの前三角のサイズを設定していきます。私は在庫の関係とかでシートチューブは 28.6mm のシングルバテッドの、パイプに 31.6mm のスリーブを刺したものを使います。上下でサイズを変更して入力できますので、プルダウンメニューから必要な項目を選んで数値を入力してください。パイプの太さや品番なんかは、使い方やビルダーさんの考え方で大きく変わるところです。今回は、ゆったりロングライド気味で、走れるようなバイクを想定して設計してみようと思います。私の個人的な考え方なんですけど、下側はしっかり、上側は下側を支えるように細めを基準に考えて設計しています。ダウンチューブは 31.8mm の太めのもの、トップチューブは 25.4mm で細めに設定しています。今回は設定はしませんが、チェーンステイはオーバルのものを使っています。ヘッドチューブはスタンダードな
オーバーサイズのフォークを使用しますので、ヘッドチューブ径 36mm を設定します。スチールフレームは外径は同じでも厚さや焼き入れの有無、合金の比率などで乗り味がかなり変わりますので、そのあたりも面白いところだと思います。最初にフレームを作るなら、タンゲのチャンピオンナンバー2が、低価格ですし肉厚で、かなり作りやすいと思います。やや重めですけど丈夫なのでおすすめです。ここから、各数値を設定していきます。基本は今乗っている自転車があれば、その数値を元にもっとこうしたいなっていうところをいじっていけばいいと思います。全部の数値を解説すると結構長くなっちゃうんで、ポイントになる数値を今回は解説していきます。シートチューブ帳、スローピングにするかホリゾンタルにするかなどで結構変わるんですが、サドル高に対してシートピラーの出城が 150mm 以下の場合はスローピングにした方が見た目は良くなります。ヘッドチューブ帳との兼ね合いもありますので、じっくり考えましょう。シートアングル、74度から73度あたりを基準に設定していますが、小さめのフレームはやや立ち気味に設定します。リーチとの兼ね合いもありますが、ある程度はサドルの前後位置で調整もできます。水平トップチューブ帳、リーチとシートアングルの数値で決まる数値ですが、自身の腕の長さや体型から来る数値なので、理想値はフィッティングなどであらかじめ算出しておくといいです。 BB 下がり、自転車の重心位置になります。ロードの場合は 70mm あたりが基準で、低くなると安定感が増しますが、踏み込んだ時のダイレクト感が損なわれていき、高くなるとダイレクト感が高くなる代わりに不安定になっていきます。小径車などは車軸より高いマイナスに位置します。小柄な方がサドル位置を上げてポジションを確保するためにやや高めに設定することもありますが、それでも2ミリ前後ぐらいですかね、基準から高くなるくらいにとどまっています。チェーンステー帳、変速性能を担保する数値405ミリ以上というのがありますので、あまり短い数値は設定しない方が無難です。エンデュランスで420ミリあたりが多いのですが、踏み感に影響する数値でもあります。チェーンステーの形状や素材なんかでも結構変わってきますので、このあたりは経験値みたいなものも必要になってきます。ヘッドチューブ帳、ハンドル落差に影響しますので、そのあたりを踏まえて設定しましょう。使うヘッドパーツによっても若干変わっていきますので注意してください。小さいフレームでホリゾンタルにしたい方もいるとは思いますが、ヘッドチューブ帳はあまり短くすることができません。80ミリ以下は結構厳しいと思います。フロントセンター、短い方が旋回性など取り回しがクイックになるのですが、あまり短くなるとつま先とタイヤが接触してしまいます。UCI 規則だとフロントセンターは540ミリから650ミリに指定されていますので、参考にしてみてください。ヘッドアングル&トレイル値、ハンドリングに影響のある数値なんですが、フォークに既製品を使うとオフセット量が決め打ちなので、理想のトレイル値に近づけるにはヘッドアングルを調整するしかないのですが、
フロントセンターにも影響してくるので、結構このあたりの数値は悩みどころではあります。ロードだとあまり気にしなくてもすんなり決まるんですが、グラベルのようなちょっと太めのタイヤを使ったり、つま先とのクリアランスを大きく取りたいバイクの場合は結構悩ましい数値です。どこかの数値をいじると、どこかがそれにつられて数値が変わってしまうっていうことが結構ありますので、全体の数値が、どこかを変えた時にどこかの数値が変わっているみたいなのをしっかり全体を見ながら数値を設定していってください。結構この辺が、バイクCADの癖のあるところだと思っています。こんな感じで数値を設定していきます。ロードだとシートステイやチェーンステイは S 字に曲げなくても作成可能ですが、曲げの形状なんかはビルダーさんの個性が出たり乗り味を変えたりすることができるので挑戦してみるのもありだと思いますが、ベンダーなんかを用意しないといけないので、最初はスタンダードな曲げ不要のフレームから挑戦するのがいいと思います。こうやってスタンダードなダイヤモンドフレームは設計可能ですが、より複雑な形状や非 UCI のようなフレームを作りたいなって方はフュージョン360など FEM 解析ができる CAD ソフトで設計できるようになるといいと思います。プロ版だとこの後パイプを実際にザグる時に必要なテンプレートを印刷できたりしますし、ザグる際に必要なパイプとパイプの交点の距離を表示できたりします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。このようにしてフレームは設計しております。国内ビルダーで若手と言われている方々は、ほぼ CAD ソフトでフレームを設計していますし、昔からやってるビルダーさんは製図台で手書きで製図して、その後1分の1に書き起こしたりしている方が結構いますね。自転車は構造的に強固で人間程度の力でフレームを破断することはありえないです。溶接不良で接合部が外れることはありますが、それは作り手の技量の話で計算では出せない部分なので、あまり難しく考えずに自作フレームに挑戦してみてほしいと思います。ただし設計はできていても自転車的に乗り味が破綻しているっていうこともありますので、その辺はご了承の上で作成してください。それでは皆さん、今回はここまで。ぜひ自作の扉を開いてみてください。次回はまだ未定ですが、ぜひお楽しみにしていてください。それではまたねー。Thank you.